2007年の航空写真。中央付近が、金沢千崎の埋め立て地金沢千崎埋め立て事業は、神奈川県横浜市金沢区の沖合を約660万平方メートルにわたり埋め立て、都心部より工場を移転させ都市機能を再整備すると、共に住宅や海浜公園を造成する都市計画事業。横浜市六大事業の一つとして1971年に、 着工し、1988年に完成した。第二次世界大戦後の高度経済成長期において、横浜の都心部において、住宅、商店、工場が無秩序に混在するスプロール現象が進みつつあった。また、工場立地法の改正により重工混在地区の中小の工場では今後創業の継続が困難になる懸念も生じた。本事業は、 都心部からの工場の移転用地を整備し、工場従業員や都市基盤再構築による移転の受け皿、さらに住宅難に応える住宅地を用意するものである。横浜市に残る最後の自然海岸を埋め立てることから、その代替となる海浜公園を建設する。横浜駅と桜木町の間の海側に広がる三菱重工業横浜造船所当地及び本木へ移転させ、 跡地を都心部強化に充当するが、一時的な財政収入を目的とした大企業の新規誘致はしないこととした。本計画が持ち上がった前後に、東京湾の千葉県側には製鉄所や石油化学コンビナート、横須賀市では造船所や自動車工場が誘致されたのとは対照的である。第二次世界大戦以前の金沢は、金沢八景に代表されるように、 継承地であり、富岡から芝にかけての海岸では乗り、わかめの養殖や漁業が行われていたが、戦時中に非、平産業や文字堂富岡工場など、軍事産業が進出。軍の指令による埋め立ても行われた。戦災では、大きな被害を免れたため、京浜地区より移り住む者が急増した。昭和30年代には、京急工業による富岡、 西部系の国土計画工業による西芝をはじめ主樹の業者による宅地開発が急増した。その多くが急量の傾斜地を階段状に造成するもので下水道や道路など公共施設の整備が追いつかずにいた。1963年頃には大手業者から地元漁協に対し海面埋め立ての打診があったとの情報が市にもたらされ、 独自の埋め立て構想を持っていた市は対応に迫られた。横浜市による記録に残る埋め立て構想は、1963年3月に横浜国際高と建設審議会に諮問された横浜国際高と総合機関計画改定案が初めてで、金沢千崎330ヘクタールに工場移転用地と埋め立て地の一部及び富岡、カマリアの土砂出地に 住宅地を造成するもので、工場用地が主体であった。1965年10月に発行された小冊子横浜のまちづくりでは6大事業の他のプランとともに、埋め立て案が初めて市民に示された。この案では、埋め立て面積を増加するとともに用途を工場、住宅で半々にした。同年4月の横浜国際高度建設福祉計画案では、 市民の健康的文化的生活を営む上に必要な一大臨海公園が計画に盛り込まれた。1968年7月には横浜市六大事業の一環として正式に決定された。当初は1968年度から1972年度にかけての5カ年の事業として計画され、根岸湾八区から富岡川にかけての200万。 平方メートルを1号地として、金沢木材不当や三菱重工業、横浜製作所、下水処理場などに当てられ、富岡川から長浜水路にかけての2号地は、清掃工場や流通関連用地、貨物ヤード、伊南の3号地は、主として、中小企業用地とされる計画であった。航空の分割には、防災上の利点のほか、在日米軍、 小芝貯油施設及び横浜県駅所長浜措置上の調整に期間を要することが予想され、当該区域以外を先行して着工する狙いがあった。その後、漁業権向上や反対運動、土砂の入手先変更により1971年と1974年に2度、計画変更される。計画地内には、金沢漁業共同組合、芝漁業共同組合、 富岡漁業共同組合の3つの漁業、共同組合が漁業権を有し、海苔、ワカの養殖や、底引き網などを行っていた。富岡、金沢の漁協は1968年11月に交渉委員を選定し、交渉の場に着いたが、芝漁協は交渉委員の選定が遅れ、話し合いが難航した。3組合は共同漁業権を有しており、 一組合を残しての打結はできない。市長の説得により1969年12月に芝漁協の対策委員が選定され、交渉が開始された。三組合の同意を得たのは1970年2月のことであった。芝、金沢と本木の漁協は後に解散し、1981年に横浜市漁業共同組合を設立した。在日米軍。 小柴貯油施設は、金沢区芝町から長浜にかけての給料地に26基の燃料タンクと置き合いに AB の2つの C バースを有していた。A バースで大型タンカーから陸上げした航空燃料を貯蔵し、B バースで小型タンカーに積み込み、鶴見貯油施設に移送するものであったが、1973年3月に C バースを B バース付近に集約する。 胸の合意がなされ、1975年12月に移設が完了した。1981年には燃料タンクの爆発事故を起こしている。2005年12月14日には、小芝貯油施設の陸上部分全域と制限水域の一部が変換され、陸上部は公園とする計画である。長浜措置場は、船舶に感染症患者が出た場合に開港し、 検疫を行う施設である。横浜港、東京港をはじめ千葉県や東北地方も対象としていたが、この施設がそのまま残ると、埋め立て後は工場地区や住宅地区を塗って患者が搬送されることとなる。横浜県疫所長や厚生大臣との接触の結果、富岡川の河口に代替の物上げ場を設け、機能を移転することとなった。この施設はかつて、 野口秀代が勤務した場所であり、長浜野口記念公園内の横浜市長浜ホールに、旧最菌検査室が保存、公開されている。1971年3月15日に、金沢地崎埋め立て事業の起工式を実施。1974年6月29日に一号地、1975年8月23日に二号地が、竣工し、 1988年5月7日には、金沢千崎埋め立て事業完成記念式典が開催された。従来の埋め立て事業では、進出企業からの予納金を事業費に充当することが可能であるが、都市基盤再整備を目的とした本事業ではその手法を取ることができない。総事業費412億8901万円のうち288億円を記載し、残りを 埋め立て地の売却代金で賄うこととした。地方債の発行は1968年度から1970年度、各90億円、1971年度18億円を予定していたが、国の地方債計画の枠では処理しきれない額であった。そこで、大蔵省と接衝し、ドイツマルク債を発行することとなった。当初は4回にわたり発行される予定であったが、 1968年、1969年、1971年の3回、各1億丸くずつ発行された。4回目が発行されなかったのは、後期が遅れているうちに国内債の方が金利が安くなったことと、外債のダボ付きから政府が発行を認めなくなった理由があった。 事業費は1971年の計画変更で921億6900万円、さらに1974年の計画変更で1776億8800万円まで増加した。この埋め立て計画では当初より漁業関係者から根強い反対運動があったが、1971年1月にようやく保証交渉がまとまった。同年11月に、 事業予算と後期がほぼ2倍になる計画変更が発表されると反対派の市民運動は強くなり2号地以降の埋め立て中止、工場移転をやめ住宅地とすることなどを主張した。連合町内会などを中心とした移転推進派も国道16号と湾岸道路の間を緑地とすること、早急な下水処理場の開設などを主張した。計画変更案は 長浜措置上の景観保全や人造庫やサイクリングロードを廃した公園の造成を二意見に盛り込み可決された。長浜水路以南の第三期及び海の公園造成に用いる土砂は当初は千葉県富津市の浅間山から採取することが検討されていたたが、千葉県が土砂を県外へ持ち出させない方針を打ち出したことや溶石あたりの単価が 比較的効果であったことから、京浜急行電鉄が、金沢区カマリア町で計画している、宅地造成で生じる残土の利用に切り替えた。この計画は、カマリアの緑を削って、海岸を埋め立てる、二重の自然破壊であるとして、反対派の態度を硬化させる原因となった。さらに1973年のオイルショックにより、カマリア開発の見通しは立たなくなった。 横浜市鶴見区と川崎市川崎区にわたがる大城島は千葉県が土砂を県外へ持ち出させない方針を打ち出す。以前に1億2500万トンを確保し、このうち8000万トンを使い埋め立てをほぼ完成させていた。その残りの使用を希望したが、川崎市や東京都も使用を希望した。結局、横浜市はこのうち2000万立方メートルを使用できることとなった。 カマリア地区は開発面積中の宅地の比率を下げ、1978年に許可が下りた。残土は金沢地崎埋め立てに使用され、ベルトコンベアで搬入されることとなったが、その量は当初の見込みの1、10程度の約300万立方メートルほどであった。埋め立て地のほぼ中央を南北に、金沢緑地と国道357号が通り、一部区間で、 首都高速湾岸線が並行する。金沢緑地より西側が住宅地、東側が主に工業用地として利用される。西側のうち旧海岸線が湾岸道路と接する小柴崎北が並木1から3丁目、伊南が芝町の一部となる。東側は長浜水路以北が幸浦1.2丁目、伊南が福浦1から3丁目となる。 この内並木1丁目と、幸浦1丁目が1号地、幸浦2丁目、並木2丁目と、並木3丁目の内長浜水路の北側が2号地、福浦1から3丁目、並木3丁目の内長浜水路の南側、芝町の一部、海の公園、八景島が3号地となる。首都高速湾岸線から横浜横須賀道路に至る、高速道路は、埋め立て地南端から、海の公園、 野島公園、六浦駅南方を通り、逗子市との市境付近で、横浜横須賀道路に合流する計画であったが、並木付近から精神し、農美台駅南方を通って、カマリやジャンクションに至るルートに変更された。住宅地区の住民や工場従業員の通勤、私立大学病院など、公共施設への移動手段として、ネギ線と接続する新杉田駅と、 京浜急行金沢八景駅を結ぶ新交通システム金沢シーサイドラインは1984年に着工し1989年に開業した。並木北駅から海の公園南口駅にかけての旧駅が本、埋め立て事業の区域内に設けられている。幸浦2丁目に国鉄の貨物ヤードが計画されていたが、その予定地の一部は、 横浜シーサイドラインの車両基地に転用されている。金沢シーサイドタウンについて、都市再生機構は並木1丁目第1、並木1丁目、第2、並木2丁目、並木3丁目、芝野、各団地。金沢区役所は、並木、富岡東2丁目及び幸浦、福浦、昭和町、鳥浜町と定義している。並木1丁目団地は、日本住宅公団。 横浜市住宅供給公社横浜市勤労者住宅協会、横浜市建築局などが中心となり、1978年5月に入居開始した。2015年現在、本、埋め立て事業範囲以外の富岡東などを含め9660世帯2万1600人が暮らす。その97%が集合住宅に暮らし、 住民数ベースで3から5階建ての中層棟51%、6階建て以上の高層棟45%で、1戸建ての比率は低い。分譲住宅など、持ち家率は59%、UR 賃貸、県営住宅などの公的な賃貸住宅32%、社宅等6%の割合となっている。丁目の丁目には、 外周道路が設けられ、団地内の通過交通を遮断するとともに、歩行者専用道路に沿って、学校、保育園や日用品スーパーなどを計画的に配置した。並木1丁目は、外周道路外側に、中、高層棟、内側に5番路目状に、低層住宅を配置。並木2.3丁目は、格子状のパターンに、中、高層棟と、 低層住宅を混在させている。並木1丁目と富岡東4丁目の間の旧富岡漁港跡は、富岡並木船だまり公園として整備され、周囲にスーパーマーケットや地区センターが配置され、憩いの空間となっている。並木2.3丁目の間の地下には、横浜横須賀道路金沢支線の並木トンネルが通り、その西側で並木インターチェンジが接続している。 トンネルの北側はンを各テナントとした大型ショッピングセンター、ビアレ横浜、南側は三菱重工業の社宅と横浜南税務所がある。地区内の住宅の多くが1979年から1984年にかけて入居し、おおむね30年以上が経過したことから高齢化と緩やかな人口減少が進行している。金沢シーサイドタウンは、 1992年に都市景観百選に選定された。都心部からの工場移転に際し、都心部機能強化や防災計画、生活環境改善の必要性などを考慮し、緑町、横浜駅東口、西口周辺、丘の西平沼町地区、星川、天皇町地区、新山下地区を優先度の高い第一種工場移転地区に選定。上大岡、 井戸家国、戸塚駅周辺、高知町、滝頭地区をこれに次ぐ、第二種工場移転地区に選定した。一転事業所の業種別内訳は、機械25.8%、金属18.8%、建設16.9%、素材7.3%、食料品6.2%、再生資源5.9%などとなっている。 三菱重工業横浜造船所は都心部に35ヘクタールの敷地を持ち、市はこの移転代替地として56ヘクタールを用意した。従前は、用地のうち53%、17.5ヘクタールを生産施設用地として使用できていたが、工場立地法の制定により、緑比率20%以上、環境施設用、地25%以上、 造船所の生産施設用地30%以下と規定されたため、生産施設用地として使用できる面積は16.8ヘクタールに減少する。このため、三菱重工は100ヘクタール程度の拡張を要求した。地は追加の埋め立てを検討したが、住民の反対により混乱とみられた。その後の深刻な不況で、追加購入する余裕がなくなったとして1975年に、 この要求を取り下げ、1976年3月に当初予定通りの面積で売買契約がなされた。横浜造船所は1983年に本目、金沢の2工場体制の三菱重工業、横浜製作所に名称を変更し、金沢工場では中小型火力発電システム、エンジン、環境装置などを製造。 火力発電部門は2014年から三菱日立、パワーシステムズに移管したが、2015年度末をもって、た工場に生産を移管し閉鎖した。磯そこからは、首都高速湾岸線建設地に係る日本発情本社、工場が移転してきている。高速湾岸線建設に関して、西部グループの杉田ゴルフ場と南横浜自動車学校も、杉田から、 八景島台湾の福浦三丁目に移転した。幸浦、福浦には文明堂をはじめ製菓や中華食材の工場も進出しており、定期的に工場直売を実施している企業もある。幸浦二丁目は金沢流通団地として、性能運輸をはじめ運輸業や卸売業者が多く進出し、2004年には東京ガスグラウンド跡にコストコが進出した。 幸浦一丁目にも、富士フィルム輸出流通センターなど物流拠点が設けられている。金沢木材不当は、新山下の貯木場機能を移転すべく1974年に、幸浦一丁目に完成したが、原木の輸入需要がなくなり、横浜ベイサイドマリーナ及び三井アウトレットパーク、横浜ベイサイドとして再整備されている。産業振興センター駅前には、 中小企業向けの事業支援や福利構成を目的として研修室やスポーツ施設を備えた横浜市産業振興センターとこれに隣接してインキュベート支援施設で横浜テクノタワーホテルが入居する横浜金沢ハイテクセンターが立つその他の公共施設では幸浦2丁目に横浜市資源循環局金沢清掃工場と その余熱を利用した温水プールと日帰り入浴施設を備えた離熱金沢が併設されている。幸浦一丁目には金沢水再生センター及び南部お電子原価センターがあり、工業団地内には染色や表面処理など特殊な排液を排出する事業者が進出していることから、シアン、クロム、排酸、排アルカリ、染色排液などを全処理する。 福浦工場排水処理場が福浦2丁目に設けられている。横浜市消防局横浜ヘリポートは1963年の横浜国際コート建設総合機関計画から構想があり、福浦3丁目の東南端に1982年4月に開校した。横浜市立大学医学部は1991年に南福浦船町より福浦3丁目に移転し、 隣接して、横浜市立大学附属病院が開院した。本、埋め立て事業では、かつての海岸線沿いに、約53ヘクタール、住宅地と幹線道路、工場団地の間の干渉緑地15ヘクタール、水際線緑地9ヘクタール、海の公園46ヘクタール、八景島24ヘクタールの、緑のネットワークが計画された。旧海岸線沿いには、 富岡総合公園、富岡八幡公園、長浜公園、小芝崎緑道が整備され、1997年には、横浜県駅所長浜措置場跡地に、長浜野口記念公園が開園した。さらに、2005年に返還された小芝貯油施設は、小芝崎緑道と一体となった公園として2017年度より、整備に着手される。金沢緑地は、 公害防止事業団により、横浜地区共同福利施設として建設され、1983年6月に、竣工した。鳥浜駅付近から芝町までの国道357号線の西側に沿い、南北約4キロメートルの帯状の敷地を持つ。面積は153,127平方メートル。森土の上20輪と20カ所の休憩コーナーが、設けられ、住宅地と、 幹線道路、工場団地間の四角の遮断や、騒音防止、待機浄化などを目的としている。金沢埋め立て地水際戦力地は、長浜水路川口付近から、埋め立て地の東端、南端の海岸沿いに、芝航路橋付近までの 3.1km で、散策やジョギング、ピクニックができる公園として1988年7月に、完成した。横浜ヘリポートを見下ろす。 南東角には展望広場や芝生広場があり、黒松や大島桜が植えられている。海の公園及び八景島は、1968年の計画では、島は作らず、陸に接した埋め立て地の一部を緑地とするものであった。雨によるアワビや真珠の採取、高速鉄道の海中通貨などの構想もあった。1971年に発表された、 海の公園基本構想では陸側に30ヘクタールと現在より金沢湾の奥に40ヘクタールの島を設け、浜部に延長300メートル、島に360メートルの人工砂浜を設け、陸と島に挟まれた水域では、ボート遊びができるようにするものであった。島には福浦方面から野島公園方面に湾岸道路が貫き、島の沖側には、 山下公園のような臨海公園の構想もあった。この構想では、島と浜の間が狭く、水質を抱くなどが懸念された。これを受け、1978年に海の公園新基本構想を発表。合計面積70ヘクタールは変更しないものの、島を24ヘクタールに縮小し、沖合へ移動するとともに、陸側の砂浜を1000メートルに拡大した。 海の公園は、すでに完成した護岩に用品した幕張海浜公園や稲毛海浜公園とは異なり、計画段階から砂浜とすることが盛り込まれ、海岸工学だけでなく、潮干狩りができる浜を目指したことから生物学的な検討も重ねられた。砂浜の用品には、埋め立てにも使われた千葉県阿佐間産の砂が使用された。 1986年10月31日には砂浜のある陸側を海の公園、東部を八景島と町名が決定した。海の公園海水浴場は1980年の暫定開業を経て1988年7月2日に正式オープン。八景島には1993年5月8日にテーマパーク横浜八景島シーパラダイスが開園した。 芝漁港は海の公園と山号地の間に再整備され、金沢漁港は海の公園の南西端に移転した。ありがとうございます。